はい、こんにちは、井口チャンネルです。今日は、井口チャンネルの皆さんおなじみのレバンガ書道家の八戸さんに来てもらってます。こんにちは、お邪魔します。すみません、井口さん、なんなんですか、ここは。今日はこれバスケ関係者に秘密のスポット。なるほど。ちょっと今日天候荒れ気味で。そうですね。ちょっと音声を聞きづらい点ありましたら何とぞご勘弁いただきたいなと。今シーズンほとんどのチームが採用しているダイナミックプライシング。あ、よく聞きますけどね。についてちょっとみんなと共有したいなと思って。なるほど。ちょっと橋本さんにお時間借りた次第です。もういくつかのチームでは、今シーズンだけじゃなくてもう既に過去から取り組んでらっしゃるチームもあるんですけど、はい、やっぱり通常のその試合での単価、チケット単価 を、対戦相手、日程に応じて変動させるという、はい、じゃあ例えば日曜日の試合よりも水曜日の試合の方が安かったりするの方が起きがちな現象です。いくつかの指標をに基づいて。何かこう誰かが決めてるっていうことですか。今その2つ種類あって、フレックス制、フレックスプライス制っていうのと、ダイナミックプライシングっていう2つの制度を用いてるチームが多いですよね。なるほど。実際はもうあれ導入してるチーム多いって聞きましたけど、何チームぐらい実際は。いや今日まず調べてきたら。あ、そうですか。もう B1 ごめんなさい、 B1 に限って言うと、もう今シーズン17チーム。17チーム、ほぼもうほぼほぼじゃないですか。ほぼほぼ3つぐらい呼び方みんな変えてて、ダイナミックプライシング同じようなことだけども呼び方を変えてる。そう、考え方は一緒なんですけど、試合によって単価変えるよっていう、フレックスプライス制、あと価格変動制、同じことですね。同じこと、変動チケットとか呼んでるチームもあったりするんですけども、ほぼもう全チーム、 B1 の全チームがダイナミックプライシングに近いルールを採用してる。レバンガ北海道さんももう導入してる。ダイナミックプライシングすでに導入されてらっしゃいます。じゃこれでもなんで、そもそもですよね、なんでこんなに今シーズン、J リーグではそういった話が結構前から出てたと思うんですけども、なんで B リーグの方はこのタイミングでそのダイナミックプライシングっていうのを導入し始めたんでしょう。入れること自体には個人的には反対はしなくて、ただやっぱり、このコロナ禍で、今観客制限が 50%、で球団としては当然その中で利益最大化、1試合でやっぱり得られる収益を大きくしたいっていうのは、それは責められないなと思って、でもその背景としては、やっぱり今まで大丈夫だったのに、なぜこんなに急にほとんどのチームがこれを採用しないといけなくなったのかっていうと、やっぱり背景にやっぱりその新プレミア、いわゆるプレミアというか新 B1 ですか。新 B1 への準備がみんな始まってて、それは各チームがやはり収益をきちんと確保しないと、その新 B1 のレギュレーションに乗っていかない権利がないということですね。ううですね。じゃあ12億円の壁に挑戦するにはやっぱりそのチケットの値段に、チケット収入を上げていかないと。なるほど。でもハチさん、やっぱり僕らこのチャンネルって、そのファンブースターと一緒に共有しようぜってやってるんで、危惧してるのは、例えばハチさんが土曜日の試合、家族で見ないようにしました、で今までだと家族で4人家族で、土日の試合を見れてた家族が、週末見れた方が、チケットの価格が高くなったことによって、家族で土曜日しか行けないとか、日曜日しか行けないよっていう。土曜日は変えたけど、日曜日すごく対戦相手がいいところで高くなっちゃったとか、そういうことがあるわけですね。そういうことです。対戦相手が良かったり、同じシートでも、同じ座席でもですね、っていう状況が生まれてしまう。なるほどですね。でこれはクラブとしてはそこを新 B1 目指していかないんで攻めれない、攻めれないですね。けれどやっぱりそういう毎週末来てくれるブースターって、長くチームを支えてくれてて、すごいチームのこと好きなはず、で、この制度によって、見れる頻度が、回数が少なくなるってことは十分起きえるなと。なるほどですね。シーズンパスが今ないだけにですね。シーズンパスがないんですもんね。今シーズン、昨シーズンから引き続きシーズンパスを試合の中止のリスクがあるってことで、ほとんど今、クラブ販売してないですよね。なるほど。
値段がじゃあ上がることもあるけども、はい、じゃあ下がることもある。例えばそうですね、ゲーム直前まで前売りチケットの売れ行きがあんまり良くなかったりとか、うん、あ、じゃあ直前でも変わるっていうことですね。そうですね、天候によってもすでに例えば雪予報、雪ですとか、雪とか、はいはいはい、台風の予報が出てるとか、はいはいはい、だと通常より安くなるほどチケットを手に入れる可能性、売られる可能性高い。なるほどですね。ここでやっぱ僕ら整理したいのは、はい、そのまあ、チケット値段が上がるよ、まあ、それはいいんだけれど、うん、まあ、よくあんま良くないんだけど、うん、じゃあその新 V1 とかその売り上げが12億円以上必要になった時に、はい、これまあ、誰が幸せになるのかっていうのをもう一度確認したいなと思って、誰のためのチームなのか何のためのチームなのか、そう、めちゃくちゃ好きだったファンが見れる頻度が少なくなるような、いいことってないですか。当然まあ売り上げが増えて、まあ、選手はね、選手は高額年俸報酬を得るチャンスは増えますよね。それによってもっといい選手が自分のチームに来るかもしれないっていう可能性はあると、うん、ポジティブな面も当然ある、うん、あったりして。なるほど。でもこれはやっぱりそのまあプレミア新 B1 だとチームでのそのお金のあるなしでの、はい、まあ格差も生まれるんですよね。あ、なるほどですね。で同時にこれ危惧してるのはやっぱりファンの中でもすごい裕福でチームを応援できる家族と、こうやっぱりアルバイトでなんとかチケット代を捻出してるような若い学生とかがこう試合に来れる可能性が低くなる。なんかあれですね、チームも格差社会とか言われてますけど、なんかブースターもそういう風になってきがちななりがちイメージですね。それがちょっと心配だなと思いますね。まあ1シーズン終わってみて、じゃあ観客動員数がどれぐらい変わったのか、また一人当たりの、まあ、いわゆる客単価というものがどういうふうに変わったのかっていうのをデータで示して、はい、そしてこれ、まあ、これからまたどうするのかっていうのを決めていかなきゃいけない。いや本当その通りですね。じゃあこれもうありき、もうダイナミックプレッシングありきじゃなくて、はいはい、いや安くする方法ないのかとか、逆になんかうちは固定でやるよってチーム出てきても面白いかもしれないですね。とかね、はいはい、とかまあこれ、まあ、50% 制限のコロナ禍なん で、まあ、そうですね、あんまりこうクラブの批判は全然するつもりもないしできないですからね。いいけれど、これやっぱりもう一度シーズン終わった時には改めて見直してほしいですよね、はい、あ6シーズン目をこの天気みたいに終わりになりそうですね。これ終わりなし、やっぱあのソールドアウトしてチケット見えないお客さんに来て、それ叱るべきだと思った。いやそうです、買えなかったよ、遅かったって言ってね、それ全然ありで、はい、それをまあ高くすることももちろんなんだけど、これ僕らやりたいことってカルチャーだと思って、うん、そのカルチャーをこうできるだけ広がった方が有利だと思うんで、こう限定するような方向には行ってほしくないな。なるほどですね、まあ、いろんなカルチャーを広げるカルチャーと、そのカルチャーの進路ですよね、深さ。そうそう、やっぱりカルチャーってもう30年かかることですから、やっぱそれをどういうふうに作っていくのかっていうのが、まあ、我々ブースターも考えていかなきゃいけないそうですね。そういうことです。ということで今日は八戸さんにお会いいただいて、まあみんなブースターファンみんな気になってるこのダイナミックプライシングについてちょっとディスカッションさせてもらいました。安くしてくれありがとうございました。